顔のない神々は山田正樹が野生時代で1982年4月号から1983年3月号まで連載した日本の小説。単行本は過失、訂正された上下巻が角川ノベルズより1985年発売。総画は毛利明。石油ショックによって経済が破綻、厳しい統制経済化で国民生活が圧迫され、 全体主義が進行し、国土は郊外に覆い尽くされている、パラレルワールドの日本に展開される、SF 現代史。1971年、アフガニスタンで貧乏旅行をしていた、日本人青年、工藤森夫と死原達郎は、帰国費用がなくなり、途方に暮れていたところ、病身の女性、藍沢陽子からバーミヤンに捨ててきた息子、淳一を連れて帰るように依頼される。 乗り気ではなかったが、二人は高価な指輪を受け取ったことから順一を探しに行く。すぐに見つけられたその少年は、地元民から魔王と呼ばれ、恐れられていた。帰りの道中で、地元民から襲撃され、森夫は負傷し、重原は二人を見捨てていった。その後、苦労して帰国し、相沢洋子が所属していた、新宗教、光の道教団に少年を送り届けるが、 そこでも拒絶される。その頃、日本は我々が知る歴史と異なる道を進み、悪意の決心である政治家、回答が野望を実現しつつあった。ありがとうございます。